突然闇の波動が光のプリズムを狂わせ、世界中の光を吸い込み始めてしまいました。それから夜の闇が続き、人々は眠ったままの朝を目覚めさせる方法がわからないまま、不安な生活を強いられていました。しかしそんなことには全く無関心で、ウィローが大大大好きなコットンという魔法これでまた一歩。コットンは神殿の守り神。もう我慢。ごめんなさいドラゴンさん、あなたには別に恨みはないんだ。ある日のこと、突然闇の波動が光のプリズムを狂わせ、世界中の光を吸い込み始めてしまいました。それから夜の闇が続き、人々は眠ったままの朝を目覚めさせる方法がわからないまま、不安な生活を強いられていました。しかしそんなことには全く無関心で、ウィローが大大大好きなコットンという魔法使いがいました。お願いです、助けてください。私の世界が闇の魔物たちに支配されてしまいました。どうか闇の魔物を倒して私たちの世界を救って。
ある日のこと、突然闇の波動が光のプリズムを狂わせ、世界中の光を吸い込み始めてしまいました。それから夜の闇が続き、人々は眠ったままの朝を目覚めさせる方法がわからないまま、不安な生活を強いられていました。しかしそんなことには全く無関心で、ウィローが大好きなコットンという魔法使いがいました。世界が闇の魔物たちに支配されてしまいました。どうか闇の魔物を倒して私たちの世界を救って。あれ?あの、ちょっと、魔物のボスを倒せば妖精の国名産のウィローが手に入る。簡単にはいかないわよ。
では横取りしようって魂胆ね。違います。七色のウィローを集めるとビッグでグレートのウィローになるんです。全開！ 油が落ちてる！